今日は津和野町の森外記念館についてのお話です。今年は森外生誕160年没後100年にあたり特別な催しも予定されているようです、ご紹介は森外記念館の大山優子さんです。大山さん、大山です。よろしくお願いいたします。お願いします。蒸し暑い朝となってますが、大山さん、津和野町の今お天気どうでしょうか。そうです、今曇ってまして、風が非常に強くて蒸し暑くてというような状況です。蒸しの、梅雨ですから ね、少し前までは涼しげな、あの津和野といえばあれ勝負でしたっけ、何でしたっけ。そうですね、あの花勝負が掘り割りにっていうことで、ですよね、あの山陰でも有数の観光地の一つでもありますね。普段どんなお仕事をなさってるんですか。より多くの方に森外を知っていただけるように、展示や講演会などの企画をしております。ああそうなんですね、ところで大山さん、ご趣味は何でしょう。いきなりですが、趣味はですね、あの、山登りやキャンプなどを趣味にしておりまして。アウトドア派なんですね。そうですね。で、あの毎年春にはあの地元の青野山に登るんですけれども、今年あの4月の頭に登った時は天気も良くて、空気も澄んでいたので山頂に登ってから、あの増田の海まで見通すことができました、これは気持ちいいですね。そうですね、実はあの、私の祖母があの津和野に縁があるもので、よくねこの青野山が綺麗綺麗とよ、ずっと聞かされてました。あのなだらかな線の山ですよね。そうですね、登ったらじゃあそんなに見晴らしがいいんですね。もうじゃあ地元の自然の魅力を満喫なさっている。そうですね、なんか本当にいいところたくさんありますよね。そうですね、改めて、津和野のその観光の魅力、山陰の小京都としても知られるんですが、どんなところがおすすめスポットなんでしょうか。そうですね、今申し上げたような豊かな自然と、あとは歴史を感じることができる文化遺産がたくさん残ってるっていうところかなと思います、例えば今おっしゃったナマコ壁と鯉のいる水路などは津和野を代表する景色だと思うんですけれども、その他にも物見櫓だったり花楼門だったりっていうのが残っておって、江戸時代の風情。そうですね、で、森外が藩校養老館に通学していた頃がどんな感じだったかなっていうふうに、思いを馳せることができる景色がたくさん残っています、なんかタイムスリップした感じですもんね。そうですね、またこの時期は津和野川上流部ではホタルがたくさん舞っているのを鑑賞できたり、 あと食べ物でいうと、何でしょう、清流高津川の鮎が有名ですね。そして映画の舞台にもなってますよ ね、高津川の映画、ますますこう注目を集めているんじゃないかと思います、さあそんな中、今日の島根推しは森外記念館、まさにこちらのお話伺ってくる行くんですけれども、こんなメッセージが、届いているので、まずはお聞きいただけますか。まずオレンジのバラさんですね。山陰の小京都と言われている津和野町が私の島根推しですと。殿町通りというのかな、風情のある街並みが好きです。川に鯉が泳ぎお花が咲いていたイメージです。もう40年も前に主人と初めて訪れた街です。また行ってみたいと思いますね。印象深いんでしょうね。そして松江市の松ぼっくりさんは、津和野町は太鼓谷稲荷神社を始めて、神社が多い印象ですと、100以上あるんではないでしょうかというようなメッセージがあるんですけど、神社多いんですか。神社、そうですね、大きいものから小さいものまでいろいろありまして、あとその太鼓谷稲荷神社が一番有名かと思うんですけども、そこの参道にあるこう赤い鳥居を登っていくのは、千本ある鳥居をくぐっていくっていうところで一番有名かなと思います。フォトスポットですよね。そうですね、映えるか、もうご覧になった方はね、あそこっていう印象深いところではありますよ ね、そんな歴史、風情、史跡などが数多く残っている、そんな印象ありますよね、さあそんな中で、今日は森外記念館のお話なんですが、まずは基本の木から伺っていきますよ、教科書でも習った森外さんとはどんな方なんでしょう。はい、
では説明させていただきます。お願いします。はい、森外とは、明治大正時代に活躍した小説家で、代表作に舞姫などがありますね。夏目漱石と並んで日本近代文学の巨頭とも言われております。で、森鴎外は江戸時代末期に津和野藩に仕える医師の家に生まれ、10歳までを津和野で過ごしました。10歳までだったんですね。はい、で5歳の頃から漢文が読めるなど学業が優秀だったため、はい、でより良い環境で勉学に励めるようにということで10歳で父とも共に上京し、はい、現在の東京大学医学部を19歳で卒業しまして、なんと飛び級も飛び級ですね。そうです。はい、で陸軍に入って軍医の道に進みました。はい、でその後衛生制度の研究などのためにドイツに留学しましたが、本業のその研究以外にもドイツの文化や自由な雰囲気に触れたことがその後の鴎外にとって大きい経験だったと言われています。舞姫にもつながりそうですね。そうですね。はい、で帰国後はその舞姫以外にも例えば高瀬舟だったり山椒太夫だったりというのは教科書で皆さん、ご覧になったことがあると思うんですけども、数々の作品を発表して軍医としても作家としても活動しました。なるほど。なんだかこう写真もおひげさんがあったりとかしてちょっとこうなんでしょうね、まさに近寄りがたいイメージがありますよね。はい、やっぱりそういった職業、軍医っていう職業であったり、作品の文体から固いイメージを持たれてしまいがちなんですけれども、実はですね自宅の庭でたくさんの草花を育てたり、また出張先から子どもたちにこまめに手紙を送っていたりといった小盆な面もあります。そうなんですか。はい、でまた晩年は芸術に造形が深かったご縁で、陸軍を退役した後には現在の上野の国立博物館の館長を務めたりといったこともされておりました。まさに多彩ですね。そうですね。はい、そんな人柄にも触れることがおそらくできるであろう森鴎外記念館なんですが、はい、改めて、どんな施設でどんな見どころがあるのか教えていただけますか。はい、森鴎外の生涯を紹介する施設で、森鴎外の生家である森鴎外旧宅に隣接してあります。隣なんですね。はい、で展示の構成は鴎外の遺言の一節である世は岩見の人森林太郎と千と干すにちなみまして、第一展示室は上京してから亡くなるまで、で第二展示室は生まれてから上京するまでということで、津和野に帰ってくるといったような流れになっております。なるほど。はい、10歳までだったということですが、やはり岩見というのがよほど印象に残ってたってことなんでしょうね。そうですね。はい、上京してからも津和野との関わりがずっと続いていたっていうのもいろいろな資料に残っておりますね。はい、そうですか。そして今年が、はい、特別な年なんですね。そうですね。7月9日が命日になるんですけれども、2022年は生誕160年、没後100年ということになります。はい、で記念行事として7月16日には歌会始めの先者である歌人の今野澄さんを迎えして、で1月21日には作家の浅井真家手さんを迎えして講演会を開催します。はいはい、でまた展示では鴎外の自筆の変額や遺品など通常展示してない資料を9月から特別に公開予定としております。また自筆となると例えば筆跡だとかそういったところに触れることができるっていうのもいいですよね。そうですか。でも改めて場所ですとか問い合わせ先教えていただけますか。はい、記念講演会展示などは森鴎外記念会にて開催しております。はいはい、で講演会は定員30名の事前申し込み制となっておりますので、お電話0856723210までお問い合わせください。はい、で記念館については開館が午前9時から午後5時までとなっておりまして、月曜日が休館日となります。なるほど。はい、はい
で入館料は一般の方が600円、中高生の方400円、小学生の方250円となっております。ちょうど間もなく夏休みにも入りますから ね、 ね、はい、ご家族皆さんでお越しいただけるといいなと思いま す、 ですよ、ね、なんか改めてこう知っているようで知らない森鴎外さんに、うん、こう人となりも含めて触れられるいい機会になりそうですね。で隣が森鴎外旧宅なので、この辺りと合わせてまた巡ってもらうといいかもしれないですね。場所としては駅からは少し離れてますが、川沿いにある感じですかね。そうですね、川沿いにありまして、駅から歩くと 2,30 分かかってしまうかな。まあゆっくり歩いていただいて、まあそうですね、景色を楽しみながら、ね、散策をしながら、はい、深呼吸しながらこう空気を感じながらいいかもしれませんね。ではおしまいに皆さんへのメッセージをぜひお願いします。はい、どうしても難しく固いイメージを持たれる鴎外ですが、生涯を紹介する展示を通して人間らしさも感じていただけると思います。森鴎外旧宅では鴎外が愛した季節の草花も楽しんでいただけます。いいですね。はい、鴎外生誕160年、没後100年の節目に、この機会にぜひご覧ください。よろしくお願いします。いや、きっと地元の方にとって森鴎外さんというのは特別な、ね、また存在だとは思うんですが、これはつわのの方だけじゃなくって、みんなとこう共有して、意外とお茶目だったとか、小煩悩なパパだったんだですとか ね、 ね、はい、作品だけじゃなくってそういうところを感じていただけると、なんか共有できて楽しいかもしれないです ね、 そ、 うですね、はい、そして何よりまたつわの観光を合わせて、はい、他にも見どころがありますので、ありますからね、はい、アユもちょうどっていうことしっかりグルメも楽しんで、自然も楽しんで、こうした歴史に触れて、そんな時間が過ごせそうですね。そうですね、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。お話は津和野町にあります森鴎外記念館の大山優子さんでした。ありがとうございました。さて、今ね島根推しのコーナーでは私の島根推しをお待ちしております。島根県内でのお気に入りの場所、おすすめの食べ物、ぜひ知ってほしい地元の伝統行事や祭りなど何でも OK です。あなたの推しを教えてください。例えば津和野ですとサギ舞ですとかのやぶさめですとか、はい、そんなあなたの地域の伝統行事や祭りなど、食べ物あゆとかそんなんでもいいですよね、うん、こちらは米子市のジャコさんから、はい、津和野町へ伺ったことがあるんですが、ゆったりとした時間が流れている感じでとても癒されましたよ。島根県西部とっても好きですというこのメッセージも届いておりました。素敵ですね。こんなメッセージ送っていただけますと今月もプレゼントがございます。あります、はい、今月のプレゼントはですね、私の島根推しを送ってくださった方の中から抽選で島根県産絹娘5キロを5名様にたっぷり召し上がってください。はい、プレゼントしております。来月にはプレゼントもまた変更になります。はい、毎月豪華プレゼントが待っておりますので、はい、ぜひぜひお寄せください。島根推しお寄せください。応募方法など詳しくは BSS ホームページやアプリなどでご確認いただけますので、ぜひそちらもご確認ください。次回は7月8日の金曜日、7月1日から始まっています古代出雲歴史博物館の企画展、埴輪の世界へようこそについてご紹介していきます、はい、次回もお楽しみに。